大西里志王は、戦国時代の阿波国の国人領主。出雲守ると称す。里潮を、隅守るとする資料もある。俗名は照岳。父は、大西寄武、弟に、来春、来宝。大西氏は、鎌倉時代に召喚として、京都より派遣されていた近藤氏が土着、改正したもの。上級の乱で功のあった、小笠原町。 清の子、小笠原長常が、守護代として、阿波池田に赴任してきた際小笠原氏に属した。南北朝時代には、大西氏と小笠原氏は、南朝方として戦っていたが、南朝方が不利になると、小笠原氏は、細川氏と和議を結びこの地を離れ、三好と改正する。ここに、大西氏は、小笠原氏より独立。戦国時代には、 阿波西部の最大勢力となっていた。大西里仕王の父、頼武は、三好長兄の妹をめとり、また、里仕王自身も三好家の女をめとっており、三好家と密接な関係を築き上げ、城事情を拠点に、阿波、佐抜、伊予の辺境地帯を支配した。阿波国における三好氏の勢力が交代し、土佐の長我部氏が台頭すると、 四国の中央に位置する白地城は四国統一を目指す長祖壁元地下の構成に合う。上主の里仕様は弟の大西寄金を人質として一旦は和議を結んだ。しかし、三好氏が小田氏に援軍を頼み長祖壁氏に対し対決姿勢を鮮明にすると、里仕様は三好将軍の求めに応じ和議の条件を破り戦闘準備に取り掛かった。 それを知った元親は、まずは、阿波の三好軍を破り、続いて、天正五年白辞城の城、田尾城をわずか二日で攻め落とすと、佐藤仕様は、寒帰国朝城へ逃げ延びた。天正六年には、朝城も落城し、佐藤仕は、元親に厚遇されていた来訪の勧めに応じて、降伏した。阿波に戻った、佐藤仕は、三好方に服属している重心城城主で、 娘婿の重機与長瀬を頼り、超速加兵の降伏を進めるも拒否されたのでこれを、暴殺した。里仕様は、元親より重心上の守備を任せられるが、ほどなくして、三好法方の統合有リの反撃を受けて廃止した。ありがとうございます。